二人称スターします。太陽節に際して偉大な金正日主席の普及の著作、人民大衆の役割を高めるのは自主引用の勝利の保証がドイツのベルリンアチャーニーメディアプリント出版社から出版されました。太陽節記念準備委員会が5日ドイツの著存文化研究会で発足しました。準備委員会は4月5日から15日まで記念期間とし、偉大な金日成主席の尊い革命的生涯と業績を称える討論会と写真展、映画会など、いろいろな政治文化の催しを行うことにしました。太陽節に際して1日と3日、ミャンマーの医学研究所所長と、ニッペタルの出版社総社長がそれぞれ談話を発表しました。談話は、金日成主席は自主の時代を切り開いて勝利へと前進させ、この上なく高潔な風格を身につけているので万人から限りなく敬慕された世に稀な政治言動であったとし、人民の幸せと国の繁栄、世界人民の自主引用のために全てを尽くした主席の不滅の業績を称えています。太陽節に際して著存の図書寄贈式が2日ロシアのアムール国立人文師範大学で行われました。大学の副総長と教職員、学生、ハバロフスク駐在の著存代表部の人たちがこれに参加しました。寄贈式では偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記、敬愛する最高指導者金正恩元帥の普及の著作、天が授けた偉人たちの不滅の業績を称える本と、日増しに飛躍する父の著存の誇らしい現実、著存民族の5000年の歴史と輝かしい文化を紹介する本が手渡されました。偉大な金正恩総書記の著存民主主義人民共和国国防委員会委員長選出25周年を迎え、小型シート一紙が新しく発行されました。小型シートの中心に太陽のように明るく微笑む著存民主主義人民共和国の永遠の国防委員会委員長である金正恩総書記の写真が配されています。そして上の方に偉大な金正恩総書記に最も崇高な敬意と永遠なる栄光を捧げますという文字が書かれ、下の方には共和国の栄誉と尊厳、不抜の軍事力を見せる絵がデザインされています。偉大な金正恩総書記の著存民主主義人民共和国国防委員会委員長選出25周年に際して8日山西北道サリオン市の二国共同農場で総書記の人徳を語る農業勤労者と農業勤労者同盟員の集いがありました。関係者とサリオン市内の農業勤労者同盟の活動家と農業勤労者がこれに参加しました。集いで発言した人たちは、国のために尽くした総書記の不滅の足跡は、国の北端から軍事境界線沿いの偏僻な農村に至るまで、社会主義農村の田野どこにも及んでいる。総書記の遺訓を名脈とし、共和国創建70周年になる有意義なことをし、農業生産に大飛躍を起こして、総書記の息吹宿る社会主義の大地に豊穣な秋をもたらすべきだと述べました。意味深い太陽節を迎えて8日、著存切手展示場に著存の切手が集中的に展示されました。展示場に太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の写真のある切手が展示されています。父の太陽というテーマで集中的に展示された数百種の切手を通して来場者は、国と人民、時代と革命に不滅の業績を残した金日成主席の尊い革命的生涯を感慨深く振り返っています。この集中的な切手の展示は17日まで続く予定です。太陽節に際して平壌で第29回南巡礼賞国際マラソン競技大会が行われました。その開幕式が8日、金日成競技場で行われました。
開幕式に国家体育指導委員会委員長の朝鮮労働党中央委員会チェ・ヒ副委員長と関係者が出席し、市内の剣道者と青年学生、包丁客が参加しました。キム・イルブク体育賞は開幕の辞で、南京で賞国際マラソン競技大会は人種平和戦前の気高い理念のもと、朝鮮と各国のマラソン選手とファンの友谊と連帯をさらに強める偉人賞賛の国際競技だと述べました。それで大会シンボルの旗が掲揚され、競技が始まりました。マラソン、ハーフマラソン、10km、5km 競争の各種目が行われ、朝鮮と中国、モロッコ、ジンバブエ、ケニア、エチオピア、ウガンダの選手と世界各国と地域から来た多くのマラソンファンがコースを走りました。マラソンとハーフマラソンでは朝鮮の男女選手が金銀銅メダルを獲得しました。ファンの男子マラソンではイギリスのトボス・シュー・サムエルさんが、女子はデンマークのアンダーセン・スタイン・ロラ・マルドバクさんがそれぞれ優勝しました。それで閉幕式があり、好成績を勝ち取った選手とファンにトロフィーとメダル、賞状、賞書が授けられました。朝鮮で魚の養殖が大衆揚げての運動として奨励されています。平壌ナマズ養殖工場では科学技術の普及に力を入れ、新魚の選別機の改造技術をはじめ、従業員自らが革新的な技術を現場に積極的に取り入れて成果を上げています。チェンネ郡の種苗事業所では、自動飼料供給機など多くの設備を自力で製作し、統合生産システムを構築して養殖の科学化集約化を実現できる土台を築いたばかりか、企業とナマズを多量生産して道内と郡内の各工場企業共同農場に送っています。山頂火力発電所では自力でろ過装置を製作して、雨季の魚の罹患率を大幅に減らし、生産性を高めました。チョンチョン川火力発電所では、蒸気生産の過程に出る排熱と各種自然エネルギーを養殖に効果的に利用しており、再処理場の整理で得た3ヘクタールの副業農地で生産した原料で植物性飼料を作り、畜産施設からの排泄物を検処理して飼料問題を解決しています。9日付労働新聞に、偉大な金正恩総書記の朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長選出25周年にちなんだ社説、偉大な金正恩総書記が共和国の繁栄のために尽くしてました業績が永遠不滅のものが載りました。以上、この時間のニュース、チョジョンイルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。偉大な業績、不滅の父思想、自主の時代の偉大な指導思想として輝かせた偉大な金正恩総書記の不滅の業績は、時代と歴史、人類に残した総書記の一番の業績です。出生61年1972年4月に亡し、偉大な金日成主席に世界の人気的な人々から贈られた贈り物を見ていた金正恩総書記は、主席の著作の前で歩みを止めました。アフリカにある闘争団体の部隊長が大事にして持ち歩き単独していた毛羽立った主席の著作でした。著作から目を離せずにいた総書記は、主席の革命思想はこのように今の時代の革命家にとってかけがえのない最も大事な戦いの武器となったと意味深長の話をしました。この日、奇跡の革命思想、危機一層の旗のもと力強く前進する自主の時代の尊たる流れを贈り物から読み取った総書記は、
時代と歴史に対し担っている崇高な責任感と使命感を痛感しました。時代と歴史に対し担っている責任感を最も高い境地で考えた総書記は、史跡の革命思想をキム・イルソン主義に定義づけて世界に宣言しました。いつでしたか、キム・ジョンイル総書記は子供側の墓場に建てられた地底室を眺め、私がキム・イルソン主席の革命思想を定義づけるため学生時代から読んできた本をきちんと積み重ねるなら、あの地底室を支える基盤の高さに匹敵するかもしれないと言いました。キム・ジョンイル総書記はキム・イルソン主席の革命思想を主権の思想理論方法の前日的な体系に定義づけただけでなく、主権思想についてという論文で主権思想の哲学的原理と社会歴史原理、指導的原則を基本の論題として理論的に解明し、キム・イルソン主席の革命思想を全面的に完璧に論証しました。その後もキム・ジョンイル総書記の精力的な思想理論活動によって、キム・イルソン主席が創始した主権思想は時代の指導思想としてさらに光を放ち、主権の時代、義主の時代は総書記の導きのもとに主権の道、義主の軌道に沿って力強く進むことができました。卓越した思想理論活動と希望なリーダーシップで主権思想を全面的に発展させ、主権思想の勝利をとどろかしたキム・ジョンイル総書記の革命的業績は歴史と人民に称えられ、永遠に光り輝くでしょう。万代に輝く偉大な業績、皇太子とお話ししました。父の光は世界中に、思想史は人間の運命改革の道への探求の歴史だと言えます。偉大なキム・イルソン主席が主権思想を創始することにより、世界人民は人間の運命改革の道を最も科学的に示す偉大な思想を持つことができました。プロメテウスが天上の火を人間のために盗み与えたというが、主権思想の創始はそれに比べ物にならないほど大きな意味を持つものだ。これは主権思想に接した世界の神秘的人々の喜びに満ちた声でした。主権思想の研究普及は押しとどめることのできない時代の流れとなりました。主権思想の研究組織が国と民族団体を超えて地域世界の範囲に広がりました。1978年4月9日、東京で開かれた主権思想国際研究所の創立大会で主権思想国際研究所の創立が宣言されました。これで主権思想を研究し普及する世界的な学術研究組織が生まれました。大会では、主権思想は義主の時代の聖なる旗印と題した創立宣言が採択されました。宣言では、従属と屈辱の時代は終わり、世界は義主の時代を迎え、主権思想は国と民族、人民大衆の実相実現のためのあらゆる問題に最も正しい回答を与える思想理論方法の前日的な体系だと強調されました。主権思想国際研究所の創立は、主権思想の旗のもと義主の新時代を開こうとの全世界の主権思想支持者と進歩的人々の熱望がもたらしたものでした。主権101年2012年4月、平壌ではキム・イルソン主席の生誕100周年を迎え、主権思想世界大会が盛大に開かれました。義主的な新しい世界は主権思想が全面的に具現された世界で、世界の自主化を促すにはキム・イルソン・キム・ジョン主義を指針とすべきだという声が会場を震撼させました。メキシコ主権思想研究所のフアン・カンポス・ベガ所長、イギリス戦軍政治研究会のラモット・ハードソン会長はこう語りました。
Me parece muy importante todo lo que él ha planteado.朱思想は諸村にとどまらず、世界的にもとても重要な政治学説に認められています。世界各国で朱思想の研究が活発に行われているのを見てもそれがよくわかります。世界が共に認める朱思想の基本原理は諸村革命だけでなくメキシコ人民の戦いにも切実に合致するものです。私たちはその精神的武器となる偉大な金日成主席と金正恩総書記の著作の研究に専念しており、朱思想を広く宣伝し普及するため尽力しています。金日成ism Kim Jong-ilism is the banner of the world revolution. 金日成金正恩主義は世界革命の旗印です。私はイギリスでの朱思想の普及、奨励、伝播の必要性を覚えました。そのため研究会はなおさら尽力するつもりです。歴史には当代と時代に大きな影響を及ぼした数々の先進的な思想理論がありましたが、朱思想のように世界的な範囲で広く普及されたことは未だかつてありませんでした。朱思想はこれからも自主の時代の世界の行く手を照らす灯台として永遠に光を放つでしょう。朱思想の光は世界中に。郷大使とお話ししました。